やっほー、やっほー、やっほー、イエーイ。え、訪れしてないって。え、嬉しい。 なんで前に訪れしてたんだろう。なんかめっちゃ言われたんです、訪れしてるって。イエーイ、めっちゃ下から。え、じゃあこれで配信すればいいじゃん。それショールーム側の問題だよ。あ、そうだったの？なんやねん。訪れしてなかったって。しかもやっぱ iPad でやったらあんまクマわかんない。やっぱ昔の携帯はなんか映り違う、なんかどんやっぱ端末で写り違うわ。うん、角度が汗汗だって。え、何、ブス角度ですか。ちょっと拭こう。やばいやばいやばい、そうだ、手で拭いちゃいけないんだって。ひなのに言われたんだ。なんかさ、画面がぼやけてるって言われてさ、え、嘘ってさ、手で拭いたらさ、手で拭くからだよって言われた。うん、うん、イエーイ。ちょっと臨時なのでちょっと下から配信。うん、そう、でも iPad のさ、スタンドとか危ねえ、臨時すぎて。iPad のさ、スマホスタンドとかあるの？あるの？え、どこに売ってますか、それ。私持ってるだって。あ、ただ立ってる。この角度でやってる人あんまり。だってさ、してるんです。これで。こう。そう。でもこれだとさ、そう、これめっちゃ長くて便利なんです。そうだからね、自由自在に角度好き。これ iPad 無理じゃん。でもスマホスタンドないから無理。前は下から好きよ。え、マジ？じゃあこれで。じゃあこれでいきます。粉が全開ですよ、だって。え、いつも全開なんですけど。
みんな全開じゃない？鼻の穴全開じゃないと。どうやったら閉じんの？なんか生首みたいになって、確かにマジここ、こうでもなんかこういう角度にできないかな。あ、無理ですね。あ、もうこれが今日の最高角度です。なんかね、無理です。これが安定の角度。いつもさ、配信したらさ、それがさ YouTube に上がってさ、サムネイルとかでさ、サムネイルがさ、やばい、いつの間に、怖っ。しかも無断だし、ますね、やる人のとこで。これはやだ、これは無理です。まずそうです、著作権、私に所蔵権あるのでかもしれないので気をつけてください。ショールーム、やめて、見てるとか言わないで。YouTube で見てますとか、そういう見てても言わないでください。そう、映像倉庫でね、数週間後に上がる、
ネモハモルーバーのネモハモルーマーの発売日まで4日です。やった。しないの？だってやりたい。合ってるよね。あんまりさあ、そういう番組 YouTube やりたい。もう編集とか自分でするんで。私なんかでも人になんかそういうのやってもらうより、なんか自分で企画してって人に言われてやる、こう見えて、そう、マネージャーさんに行ってみよう。セントラルの。ね。もう見てくれるの30人くらいかもしれないけど。YK エージェント、YK エージェントは私が所属している事務所です LINE してます。マネージャーさんにちょっと急いで返事をしない
めっちゃいい欲が。まあ、いいや、これでいいや。ルージュが似合う女と呼ばれていたのティー。もう10時40分だ。やば、やばすぎる。明日アンラケターボですね。ほんまや、見てね。逆がり足立ち。なんか私ほんとなんか K のレッスン、 K で逆上がりっていうね曲をやったことあるんですけど、いつもねなんかひななとかランちゃんとかカナブンと逆上がりっていつも歌ってたんですよ。そう、もうガリーが結構癖になってて、それでいつも歌ってたから、なんか今度の南恋公演の時にマジでさーかあがりって歌えないんです。さーかがりって歌っちゃう。だからそこを気をつけたいと思います。公演、あさっての公演で、訪れが訪れてるだって。ああ。なんで？何をきっかけに？さあ、ガリ、あの時の男の子、好きだと。何をきっかけに、マジで。ガリ。私はずれてないだって。だから人によって、もう何、でもまだ許容範囲ですよね。まあストレスかもしんないけど、口元見なければ大丈夫ですだって。はい、みんな口元隠しながら配信見てください。失恋ありがとうってさ、めっちゃ歌むずいからさ、喉壊れそう。なんかめっちゃ練習したけど、あれ本当に、難しい、難しいっていうか、
高い、めっちゃ音が、なんか喉をバカにしないと歌えない。え、だってみんな歌ってみてください。出演ありがとう。普通にさ突っ立ってて歌うのも難しいけど、歌踊りながら歌うってなったら余計に、うん、だから喉をバカにする。口元見なかったら音ずれてないだって。やった。夜食食べたいだって、どうぞ。つけ麺食べたい、どうぞ。何？グルですか？すごい、なんか突然宣言され、なんか言われた。ツイッター？絶対グルじゃん。どうぞ食べてください。お腹いっぱいでした。知らない。そうなんだって感じ。ちなみに私もお腹いっぱいです。さっきカレー食べました、汗。そうなんだ。大学院もうまい。そうだね、うん、カニ、お風呂入ってきます。今日100円拾った、だって。スタバさ、今日ね目の前にね、もう諦めた。めっちゃ飲みたかったけどね、めっちゃ並んでた。春分の日だもんね。秋分かな、秋分の日。声小さすぎて聞こえないのでバイバイって。バイバイ。秋分か。
確かに今日めっちゃ暑かったよね。来週台風来るかも。やだー。月見てない。月見てない。Nothing. Hey, 月見。Nothing. Hey, 月見てない。月見てない。金喜んでくれること。来月もみんなが喜んでくれることが蔵のお代理なるみ公園とかあるし、まあ別に。ジャッジアイズ絶対買います。散歩場を覚えてるのすごいよね。新品のパスもゲット。混んでたから今戻ってきて毛量増えた。だって下からだから毛量が。で最後に
ランキング読みます。一熊さとる8位ボマ、7位直樹、6位マーアット。おありがとう。ではではバイバーイ。